平和公園すぐそばに E イコール MC 事情と刻まれた日があります広島市立第一高等女学校の慰霊碑です現在の船入高校の前身で一女と呼ばれ親しまれていましたはじめましてよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします 広島市に住む94歳の加藤八千代さんです一助の卒業生です加藤さんが入学したのは太平洋戦争が始まる1941年でした楽しい学校でしたよみんな明るくてすでに日中戦争が始まっていましたが一助には楽しい思い出が詰まっています一ヶ月に行って 全校生徒が集まりましてね、音楽のレコード鑑賞がありおった。<ー>そしてね、秋にはあの音楽会がありおりましてね、クレの軍楽隊が海軍軍楽隊がバスで来てくれよった。<ら>楽しかったでしょすよ。すごいんですごい。家庭にレコードやテレビがない時代、<laughs> <が>学校の行事が楽しみの一つでした。はい なんか女子校ならではのこうワイワイした空気感とかも当時はあった、うん、楽しいですよやっぱり今と同じと思いますけどねねみんなでおしゃべりをして <laughs> あのお弁当を持っていくでしょそしたら箸を持ってねぐるぐる歩く友達が お箸を持ってみんなのとこぐるぐるあ卵があったっひゅっとつまんでこう逃げあらそんな女性とか <laughs> でもみんなねそれはもうみんな承知のことだから、うん、はいだわうぞ一、えー、つならあげるよ<あ><て>しかし戦況が悪化すると生活は一変しました加藤さんも1944年から軍事工場へ動員されました そして1945年8月6日この日は工場が休みでした加藤さんは友達と宮島に遊びに行く約束をしていました待ち合わせ場所の小居駅にいた時でしたそこまでは記憶があるんですそれから先がフットンなんですね、はい、85分 気がついた時には本当に真っ暗なんですよ暗い暗いっても本当に夜中のような暗さ加藤さんに大きな怪我はありませんでしたしかし広島市中心部を見てみるともうすごかったですよ広島中が火の海ですものすごい煙が 時々、ドキドキ火柱がうわーっと。その中心部では、一助の一二年生五百四十一人が。空襲に備えて防火隊を作る。建物疎開作業に当たっていました。爆心地から。わずか五百メートル。全員の命が奪われました。本当にね。たくさん、たくさんの。 生徒1 2年生ってまだ子供ですからね建物疎開中の1、2年生541人に加え、一助の生徒、教職員の犠牲者は676人に上りました。で見て福山市に住む 大村ひろこさんです9歳上の姉で一女の2年生だった藤井真理子さんを原爆に奪われました当時4歳だったひろこさんにまりこさんの記憶はありませんそれでも家族からは年が離れたひろこさんをとても可愛がっていたと聞かされていましたで私は団子バなんですよ それで兄も団子穴で、そういった私の鼻の穴が三角だったから、<laughs> で歌を作ってくれた言ってね。歌ですか？うん。だけど私は残念ながらその私のその三角の鼻の穴の歌は全然知らないし、覚えてない。覚えてないより四つだから違う。そうですよね。<laughs> 8月6日、ひろこさんは母たちと爆心地から2.5キロの自宅にいました。大きな怪我はありませんでしたが。 このマリコ姉、ね、だけは帰ってこなかったんですで爆心地近くで建物疎開に従事していたマリコさんは遺体も見つかりませんでした唯一見つかったのが当時使っていたカバンでしたマリコさんの母は亡くなる3ヶ月前に原爆資料館へ寄贈するまでこのカバンを大切に持ち続けていました こ,れこの引き出しの中にね、うん、だからあのちいちゃんの仏壇の前で、うん、マリコちゃんごめんね、マリコちゃんごめんねってね、母がね、あの謝ってたのよっていうのをひろこさんは、今回、広島で開かれる G7 サミットについて、話話ししし合いいいでで終わらなほと話しますただ、集まって話して、それで終わって、今と変わらないんだったら。 あまり意味ないよね。その後、ね、何もなかったんだら、なんだ、何のためのサミットだったかわからないから。<ー>たくさんの後輩を失った一助の卒業生、加藤八千代さんは。平和な時代に暮らす、日本の若い人たちに、伝えたいことがあります。平和のありがたさ、っていうものは。平和の中にどっぷりおると、気が付かないんですよね。翌日の。 予定が立つのが平和なんだね。先日っていうのは翌日の計画を立てられない。それが先日。夜中に自分死ぬかも分からん。うん、ね。明日はなんと何をしようっていう平和だからできるんで。日常の慰霊碑は戦後間もなく建てられました。 当時は占領下で原爆などの言葉が使えなかったため原子力エネルギーの公式 E イコール MC 事情を刻みました使い方によっては悪魔の兵器にもなるこの公式を人類はどう使わないといけないのか女学生のレリーフが問いかけています